九死に残る異業をやってのけた、欠物、に、ただただ脱帽する他になかった。現地時間9月22日、韓国野球、KBO、リーグの SSG ランダースに所属するチュシンスが、米球界で異彩を放ち続ける大谷翔平、ドジャース、を絶賛。史上初となるシーズン52本塁打、53盗塁をやってのける天才について、比較は恥ずかしい。 僕は比較対象ではないからと持論を語った。動画、驚異の6安打10打点2盗塁、金字塔を達成した大谷翔平の全活躍シーン謙遜する中心数もアジア球界のレジェンドではある。レンジャーズやレッズなどに在籍した42歳は、昨年に母国復帰するまで MLB で16年間プレーし、218本塁打を重ねた。 自身が16年間で打ち立てた MLB におけるアジア選手の本塁打記録を7年で大谷に追い抜かれた中心ス競争の激しい米球界の水も甘いも熟知する彼だからこそ、日本人スターの凄みも理解する。韓国メディア、汚染のインタビューで、大谷はメジャーリーガーの中でも、最高のメジャーリーガーだと思うと語った韓国球界の英雄は、しみじみと続けている。 あれだけ素晴らしいフィジカルを持つ選手たちでもできない記録、52から53、オアジアの選手がやったということは、同じアジア人選手として尊敬するし、誇りに思う。彼はもう僕と比較される対象ではないよ。大谷はバリー・ボンズやベーブ・ルースのような選手と比較されるべきなんだ、さらに、時々同じ人間なのかと思うほど、 本当にすごい選手だと思うと続けるチュシンスは世界中で戦争の的となっている大谷を絶賛。そして、こうも評している。良い選手がいるときには、うまいな、と感心するのはいい。だけど、感心したり、憧れたりするのはちょっとだけにして、大谷のような選手がどうやってそういうレベルの選手になったのという過程を見てほしいんだ。ただただ、寝て起きて野球をしたからといって、 大谷のような選手にはなれないんだ。彼のような選手がどんな努力をし、24時間をどう過ごしたかを考えて、真似るのも一つの方法ではないかと思う。感動するだけじゃダメなんだ。最後は、二刀流スターを追う後輩たちへの強いメッセージも寄せた受信数。こうしたレジェンドの言葉を聞いても、大谷の存在は急だと言えよう。文、構成、ここからネクスト編集部。